ハローアースノイド。こんな見た目ですが地球連邦軍の主力量産機ですに対するネットの反応をお送りするよ。通してください。よく見ると動力パイプが嫌がらせのように稼働を阻害するような取り回しにされてるのな。胴体のはなぜかコクピットハッチに繋がってるし。ジオンに対する悪意を感じる。風の回すごくジオンの息吹を感じる。いい量産機だけど、やはり残党どもへの嫌がらせで見た目ザクにしたろ、はバカの発想よ。連邦市民が連邦軍、ティターンズを落札者ジオンと重ねるでしょうが、主な配備先は宇宙だからセーフ。当時の連邦的にスペースノイドにありイコールジオン予備軍だから変なことしたら殺すアピールにはもってこいでしょ。ハイザックが残党への嫌がらせで見た目をザクにしたという話は本当なのか？ゼータガンダム大辞典だとザクを改良したという記述や、マスターグレードの説明書だとザクをベースに作られているという情報はあったが、嫌がらせで見た目をザクにしたという記述はないように見えたから話の出典が気になる。これ以前の出典はわからないけど、とりあえずアドバンスオブゼータで外観による心理的影響を狙っていたって記事はあった。ありがとうございます。アドバンスオブゼータでは外見の心理的影響の実証も目的だったのか。陶器ザクを流用した共同に合わせるなら操作系はザクの外見はジムにして、オプションでヒートホーク、ショルダースパイク、ショルダーシールド、マシンガン等を用意すれば十分だったろうに。仮に嫌がらせにありイコール心理的影響目的ならせめて0083みたいに連邦カラーには塗り替えるべきだった。レジオン仕様やムラサイはジェネレーターに問題がないので、マジで他キム社との癒着絡みでジェネレーターの性能が下がってたくさいんだよな。心理的影響を狙った説が正しいなら、ある意味悲劇の名機だわ。それどころかハイザックカスタムでも問題解決してるし、RX106 のプロトハイザックも問題ないって話もあった気がする。もうちょっと連邦要素高めないと単純にジオンにモビルスーツが劣ってて戦後乗っ取られたように見えるんだよ。胸がジム系統に近いくらいでほとんどザクじゃねえか。ジムとザクの間にできた子供みたいなもん。G ジェネは作品によってはマジでザクとジムを開発していくうちに、どっちからでもたどり着けるし、どちらにも開発進むことができるからなこいつ。お前は色と顔面がジオン臭いからダメ。連邦カラーにしてゴーグルアイに整形しろ。顔とはイメージの象徴。ザクが連邦落ちしたことをわかりやすく示すなら顔から変えるべきだ。最悪は上からゴーグル型のカバーつけるだけでもいいからさ。盾をもっと連邦製っぽくした方が尊厳破壊度は上がると思うんだよな。こいつはいくらなんでもザクすぎる。ハイザックの盾は取り回しが良く、蚊の赤い彗星をも愛用したという名品なんだぞ。結局ジムに勝てなかった敗北者じゃん。元気してる？政治的理由がなければずっと現役だったと思うぞ。連邦軍としてはジム2がメインで、ティターンズないし、ティターンズに近い連邦軍はハイザックな感想があるけど実際どうなんだろ。ジム2の大量生産がハイザック後のグリプス交渉によるものなので、一時期は本当に連邦軍の新型主力機扱いだったような気がする。っていうか現状だとジム2ロールアウト後の連邦軍はジオン系の開発にすごく傾倒してるように見える。ジェガンも物合い積んでて足もザクに近い形状してるし、ジオンと連邦の技術の融合って点から考えると、ジェガンってハイザックの後継じゃないかって思う。こいつはガンダムやジムでできることができなくなってるってなんやねん。生産性上げるためにザクのフレーム流用してるからジェネレーターを積む容量がないんだろう。基本どっちかあれば十分だろうし、1428kW あるからジェネレーターが本来出せるはずの出力はガンダムより上だぞ。問題はジェネレーターとの相性。てかさ連邦技術だけで作れって無茶ぶりした結果が試作機と比べて3倍化したのに、外見がまんまジオンのザクって何考えていたんだかマジでわからん。せめて3倍なりに外装だけジム系にすればいいのに。ハイザックはパイロットからの受けはいいってのが面白い。実際にザクに乗ってた人もいるであろう。ジオン共和国軍の人からも良い評価もらえてるあたり、連邦軍は案外ザクを理解している。ザクの怖さを一番わかってるのは連邦軍だからな。実は使い勝手は良くて、見た目はともかく現場からの性能評価は良かったという話も聞くのがなんとも。
ぶっちゃけグリプス戦役がなければ戦後の治安維持機として十分すぎるくらいの容器で退役できたかもな。戦後のモビルスーツパイロットは地球でアホほど放棄されてるザクで教練してるから。0087年にハイザックが出たのは合理的というしかない。性能はともかく安定性とかは墜落事故を起こしたマーク2より上なんだろうな。外伝で残党が増えるとその分ザクも増えるから結局ジムよりザクが多くなり、共食いで現場に優しいし整備性と信頼性も高くなる逆転現象だよ。でもザク3よりもはるかにパイロットや整備士からの評判良かったというのがなんか不思議な話。ザク3がぶっちゃけ従来のザクからかけ離れたゲテモノだったからな。ザク3の開発者には申し訳ないけど、ザクのコンセプトを受け継いでるのは間違いなくハイザックの方。ハイザックは連邦ジオンその他企業が作り出したザクをベースに作り上げたザクの発展改良型のような機体。ザク3はアクシズがザクを含めたジオン系の技術を盛り込んで作り出した機体。アプローチとしてはまあ前者がザクに近いザクになるよなと。理念とか魂としては後者がザクなんだろうが、ザク3は盛り込みすぎて主力量産機？どこがだよって域に達してるからな。ザク3君はザクの直径名乗るならその多すぎる固定兵装のビームを外してコストダウンしてもろて、量産機はちょっと弱そうくらいがしっくりくる。イケメンだったり武装モリモリな量産機も言っちゃいいんだけどね。ジェネレーターに余裕を持たせて各所ハードポイントに、オプション装備マシマシするとあんな感じになるならまあザクの後継機って思えるが、当時の流行りの大和賞を兼ねる固定装備マシマシのコスト重すぎてまともに量産できませんわくさ。その一方で全部のセラーメンにタラバガニの足ぶっ刺したみたいな、ドーベンウルフを次期量産機に内定してるあたり、ネオジオンの迷走っぷりが伺える。ただでさえ人的資源少ないのにあれ使いこなせるパイロット何割いるのやら。一応サイコミュ使ってるから武装制御は幾分かマシみたいではある。後年はこんな火力いらんわって判断されてギラ動画になったんだろうが、ぶっちゃけ第二次ネオジオンはお財布が寂しいのもあるからね。モビルスーツ戦の勝利で戦争勝利を目指すのを諦めて、コロニーや隕石落とす作戦の間だけ、局所的優位を取れるモビルスーツへと方針変更したからという考察があったな。ある意味ブリティッシュ作戦時のザクへと回帰したとも取れる。残党ウオウ、ジオンの象徴を困難にしやがって。ピターンズ俺だって好きで乗ってねえ、みたいなやりとりがあったのはアドバンスオブゼータだったか。漫画版では似たくだりあったと思う。出撃後はで、どうだった新型？悪くなかった。ってなった。本来ジオンが戦中末期に作って揃えるべきだったのがハイザックのタイプよね。象徴的機体を使うのってそんなに嫌がらせになるか？と思ってたけど、サンボルのパーフェクトガンダムで考え改めたわ。ハイザックはザクマシンガンカイトヒートホークで戦ったモサとか、ハイザックでザク3を倒しネオジオンの技術者をグヌヌさせる元ピターンズ兵とか、やたら凝ってる設定から妄想を広げるのが楽しいモビルスーツだよね。